はい、皆さんこんにちは、高幸です。今日はですね、100万人署名活動のことについてお話していきたいと思うんですけども、今現在ですね、加藤周氏さんが反対勢力ですね、というか配信行為、配信ってこの YouTube の配信じゃなくて、背中の背、背くという字に、信じるですね、配信行為をですね、100万人署名活動の署名隊の内部からですね、受けている、嫌がらせのようなね、行為を受けているということなんですね。そして今までもね、いろんなですね、妨害行為を受けていたんですけども、今回は加藤周氏さんが国会議員さんにね、署名が集まったらこれをね、提出してくださいっていうふうに、お願いしたやり取りが、紹介議員になるとは言って、ないとかっていう話がね、出たらしくて、それで100万人署名活動と加藤周氏さんが叩かれているような状況なんです。で、これを聞いてね、まあ、私的には何にもね、そんな心配することはないと思いますし、今まで通り加藤周氏さん100万人署名活動を応援いたします。国会議員さんがね、直接公の場でね、語ったわけではないですし、その国会議員さんと加藤周氏さんとのね、やり取りの中でどんなことが語られたのかっていうのはわからないですけども、署名が集まったら協力しますっていう約束はね、しているはずなんですよね。ただね、周りが騒いで、紹介議員になるって言ったんですかなんていう言い方をしたら、その国会議員さんも心配になって、それ私が言ったって言っちゃって大丈夫なのかなっていう気持ちになるじゃないですか。そんな大多数のね、人数で集中攻撃みたいな電話問い合わせをして、で、当初ね、その加藤周氏さんと、その国会議員の方が話した時に、この旭川いじめ事件のことから始まったわけですよね、この署名活動がね。で、このいじめをなくすっていう活動については応援しますよという約束をね、振り交わしたと思いますので、紹介議員にはならないと言ったとしてもね、何らかの形で協力はいただけると思いますし、今現在たくさんのね、著名人の方からこの100万人署名活動は応援をいただいておりますので、何らかの形で、当初ね、話されていたお二人のね、国会議員から請願書がね、出せなかったとしても、他のね、議員さんが協力してくれるかもしれないじゃないですか。我々の署名っていうのは、加藤周氏さんに署名を託してるわけですよ。そのね、提出するタイミングがどうのとか、どこに提出するとか、どういう方法で提出するかっていうのは、加藤周氏さんやこの100万人署名活動の事務局が最善のタイミングで出してくれると思いますので、我々がね、どうのこうの言うことじゃないと思うんですよ。先日ね、北海道札幌にお伺いした時に、私がね、加藤周氏さんにインタビューをしており、その時にね、加藤周氏さんはご自身のね、思いやこれからのね、署名活動についてしっかり語られておりますので、そちらをね、これからお流ししたいと思いますので、そちらをじっくり見ていただき、このね、署名活動の意味を分かっていただきたいと思います。このね、署名をする意味をね、勘違いしないでいただきたい。何が目的なんですか？旭川のいじめ事件の再捜査、そして全国のいじめを一つでも減らすこと、教育現場を変えること、これが目的です。請願書として出せる出せないではありません。今の現状を変えることを目的として皆さんは署名をしていただいたんだと思います。ですので、私高幸はこれからも加藤周氏さん100万人の署名活動を応援することを誓います。ではね、これから加藤周氏さんとの対談の動画が流れますので、そちらを流させていただいて終わりにしたいと思います。ではまたお会いしましょう。じゃあね。はい、皆さんこんにちは、高幸です。今日はですね、私札幌に来てまして、なんと隣にいらっしゃるのがあの加藤周氏さんです。はじめまして。ありがとうございます。本当に本当にいただきました。ありがとうございました。いえいえ、もう本当にいつも加藤さんの、はい、もう素晴らしい活動を応援させていただいております。それで、まあ、今日はまあ、いろいろご質問させていただきたいと思うんですが、はいはい、まあ、署名活動ですね、まあ、当初100万人という、まあ、とんでもない信じられない目標を掲げて始めたんですけども、それはどういった思いで始められたんでしょうか？はい、まあ、今回は
まあ、あくまで今回法律を変えるってところですね、まあはい、観点は、はい、だから今回広瀬さんの件も含めてそうですけど、はい、まあ、全国でこのようにいじめによる隠蔽事件、はい、またいじめを理由にまあ自殺をしてしまっている子どもって後を絶たないじゃないですか、はい、で、まあ、今回僕らは学校に追及してるわけですけど、はい、じゃあこの学校に追及したところで、はい、じゃあ最終的にはこの事件が解決したところでですよ、はい、じゃあこれからまたこういうような事件が起きないかっていうわけではないわけですよ、はい、だから僕らは今回の事件の広瀬沙耶さんの事件の真相解明を追及し、それプラス全国で同じようにいじめで亡くなってしまってそれ隠蔽されるっていうこと自体をなくさないと、この問題はずっとループするんだと、はい、なので僕らは署名の数によってそれを実現させていこうということで、最初の段階で、はい、まあ、お名前をちょっとあの大きくは言えないんですけど、はい、国会議員の方に、はい、あの数名ご相談させてもらって、はい、まあ、請願、まあ、請願権っていう法にのっとったやり方で、はい、でさらに、まあ、住所入りの署名で、で、まあ、議員さんとしては30万でも40万でもいけるんじゃないかっておっしゃったんですけど、はい、まあ、僕基本的に政治家信用してないんで。あ、そうなんですか。はい、なので、はい、まあ、僕らは100万を1回目指そうと、はい、集まるかどうかではなくて別として、はい、あの集めるという気持ちでやってると、はい、ただこれ100万集まんないと絶対に法律は変わらないかっていうわけではないので、はい、だから100万って一番分かりやすい目標を掲げて、例えば10万で、はい、じゃあ持ってた時にじゃあ足らないよと言われた日にはまたゼロからやり直しになっちゃうんで、はい、そうなっていくんだったらもう100万っていう数を掲げて、例えば20万30万で集まった時に、はい、間違いなく政治家が寄ってくると、でその寄ってきた時に、はい、まあ、実際にじゃあこれぐらいの数でできるかどうかっていうことをその時に初めて、はい、実現可能かどうかってことが分かると思うので、なので100万っていうのを今数字で掲げてます、はい、ちょっと分かりづらかったら大丈夫ですか。いえ、そんなことないです。本当に分かりやすい。でも今もう10万人ですか。そうですね、もうちょっとで10万超えます。10万超えます。はい、まあやらせてもらったのが6月からなんで、はいはい、まあ、7、8、9、10、11、12、まあ、6ヶ月かかっちゃいましたけど、はい、まあ、それでも10万人きっちり集まりそうなので、はいはい、全くその嘘なしです。本当にオーバーなしに、はい、本当に今ある現状の数字だけでも10万と、で、はい、さらに全国の支部長たちが集めてる数をもっともっといくかもしれない。はい、そうなんですね、はい、僕のところでカウントしてるのが10万人です。そういうことなんですね、はい、署名活動としては10万人って多い方なんですか。多分ですね、住所入りの署名っていうのは、はい、多分めっちゃ多いと思います。めっちゃ多いです、はい、あの名前だけの、はい、なんかあのチンジサなんとかさんっていうあのちょっと名前だけで書くやつってあるんですけど、僕らの場合は効力を効かせるために、はい、実現に持っていくために、はい、住所入りなんで、はい、住所入りって言うと家でハードルがボコンと上がるんですよ。そうですよね、お分かりだと思うんですけど、はい、すごい上がるんですよね。今あの署名活動をお手伝いさせていただいたんですけど、住所まで書くのっていう方が何人かいらっしゃるんですよ。そうです、そうです、で本当に苦労されてるんだな。そうなんです、そうなんです。ここに思いました。例えば住所集めるとなると、はい、加藤修士は元悪だから、はい、住所集めて何かやろうとしてんじゃないかとか、はい、そんなわけないでしょうね。それはないですよね。僕は弁護士を入れて国会議員の方にも相談して、はい、いろいろやってるのに、はい、そんなはずはまず 100% ないので、はい、で例えば北朝鮮の拉致被害者の問題とかあるじゃないですか、はい、あれもやっぱり名前だけなんですよ。あれも署名ですけど名前だけなんですか。そうなんです、名前だけ。だから住所書いてもらうっていうのはそんだけかなり効力がでかい。まあもちろん北朝鮮の署名の方も住所書いてもらってる人もいるかもしれませんけど、ほとんど名前らしい、名前だけらしいです。そうなんですね、はい、だから僕らみたく住所集めるっていうのは難しいんですけど、はい、それが10万集まってるっていうのは相当効力は、はい、でかいなと思います。わかりました。もうでもこの10万人署名でも十分だと思うんですけど、まださらに続けられるんですか。はい、はい、まだまだやっぱりこの事件のことを全国に知ってもらってないってこともありますし、はい、もっと僕らやれると思うんですよ。僕自身も今仕事を自分でやりながら動いてるので、はい、やりきれてるかっていうと、はい、正直言って、まあ、2、3ヶ月1回も休みなしで動いたことがあるんですよ。はい、だまだまだやれるんですよ。まだまだやれる。全然やれるんですけど、はい、まだまだ自分がやりきれてないっていうのもあるので、はい、来年もっといろんなトップ YouTuber の方とコラボレーションして、はい、まあ、元高行さんのような方からも力をお借りしながら、もっと集めれると思うんで、やっぱりいじめを絶対になくすんだと、はい、また、いじめ、例えばフランスだとこの間、いじめが犯罪だったんですよ、はい、フランスで、はい。だからいじめイコール犯罪になって、これが国会で認められたんですよ。なので日本もいじめを起こしたのも犯罪だってなれば、はい、いじめ自体がもう容認できなくなってくるので、はい、そこまでいけたらいいなと思うんですよ。はい、ですね、中にいるんですよ、はい、いじめられてもしょうがないんじゃないみたいな、はい、いじめられることも悪いんじゃないみたいな、
でいいやつもいるわけですよ。いますね、はい、でそれで世の中の人は救われるかって絶対救われないんで、それは自分目線なんですよ、理解で、はい、結局強い格闘家の人たちが いじめられたっていじめられる方が悪いんじゃないですか、だからそれはお前はそう言えるよ、まあ、強い人はそうに、そうです。でも強い人っていじめられないんで、いつだっていじめられるのは、まあ、力のない人だから、そういう人たちを守らない限りはずっとこの問題は変わらないんで、なのでやります、まだまだやります、まだまだやると、まだまだやりきります、はい。じゃあ今現在もまだまだ支部長とか協力していただける方は募集しているもちろんもちろんということで、はいはいはい、じゃあまあこの動画をご覧になられている皆様、まあ、全国で署名活動を行っておりますので、賛同していただける方はぜひね、あの加藤さんの方に、まあ、私の方でも結構ですけどご連絡いただけたらと思います。加藤さんの方から最後に一言。いやもうありがとうございます。それは高行さんと僕のあの2人の話なので、多分あの高行さん加藤さんと仲間なのみたいな、そういうなんかいろいろなこともなんかあったと思うんですよ。でも正直僕はそんなこと全く気にしてなくて、あの今日も令和たけちゃんも来てくれてて、本当にいろんな人が僕らが署名やるときにいろんな方が来ていただいて、で高行さんまで来てもらって、僕ら目的は一緒なんですよね。だからやり方の違いがあるだけであって、そもそも何を僕らがやりたいかっていうと、こういうことを二度と起こしてあげる、二度とこういう事件を起こさないためにも僕らは同じ目的で動いてると思うので、はい、あのぜひあの高岸さんのリスナーの方にもですね、あのご支援いただきまして、はい、あの加藤修士はこんな男ですけど、ぜひあの高岸さん含めてですね、はい、応援していただきたいと思ってますんで、よろしくお願いします。はいはい、よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、加藤さん本当にありがとうございました。ありがとうございます。ではすいません、ありがとうございました。ありがとうございます。